はい、皆さんこんにちは。今回は2021年1月発売のトミカの追加情報が発表になったので、そちらの方をチェックしていきます。まずは1月発売というとグリコワゴンとかこういうものが出てくるよね。下の方を見ていくとランボルギーニシアン、通常版と初回特別仕様とかのラインナップもあって、ドリームトミカもあって、そしてトミカプレミアムだったね。ホンダインテグラタイプ R もあって、さらにソアラの発売記念仕様もあったんだよね。そしてここからその下を見ていくと、トミカプレミアム RS、 ラフェラーリの部分もあったね。そして下の方を見ていくと、この辺りから追加情報が出てくるね。販売店オリジナルトミカの方を見ていきます。トイザラスオリジナルランボルギーニアベンタドール夏オナーレデザイン仕様が発売になります。ちょっと言いにくい名前だね。ランボルギーニアベンタドールのスペシャルモデルっていうことかな。発売日の方を見ていくと2021年の1月1日発売になってます。ボディカラーの方はホワイトで、中央の部分にこんな感じのストライプのラインが入るんだね。この辺りも人気のランボルギーニということなので、しっかりと押さえておきたいね。そして下の方を見ていくと、アクションの部分はサスペンションになってます。ここ最近のトイザラスオリジナルというと、実写モデルがベースになったモデルでトミカで再現されてるんだよね。なのでひょっとしたらこのモデル、ランボルギーニアベンタドール夏オナーレ、そういったモデルが実写モデルでも発売されてるのかな。ちょっとこの辺り調べてないけど、今後しっかりと見ていきたいところだね。さあ次のモデルを見ていきます。イオンオリジナルナンバー53番ホンダ NSXR 英国警察仕様が登場してきます。イオンオリジナルといったら、ここ最近は海外警察仕様のモデルになるよね。そしてその中でもホンダ NSXR、 このモデルがスペシャルモデルとして出てくるんだね。このボディカラーの方はブルーになってて、ポリスとかっていうのがしっかりとプリントがされてそうだね。まあ実際のところ、この英国警察仕様で全く同じデザインが実写モデルで存在するか、この辺りもちょっと調べてないんだけど、なんとなく NSX だったらありそうだよね。そして下の方を見ていくと、アクションの部分はサスペンションのみになってます。やはりホンダ NSX-R、 この部分もしっかりと人気車種なので押さえておきたいよね。まあ、この部分も発売日が2021年の1月1日になってるね。さあ次のモデルを見ていきます。アピタピアがオリジナル世界の国旗トミカ、フェアリディ Z 日本国旗タイプ夢2021日本が登場してきます。ちょっとタイトルの方が長いね。アピタピアがオリジナルの世界の国旗タイプの日本国旗タイプ、そしてお正月モデルっていうことかな。2021年の1月1日が発売日になってるもんね。ボディカラーの方を見ると、これはホワイトなのかシルバーなのか、まあそういったところにルーフの部分には漢字で夢っていうプリントがされてあるのかな。ドアの部分には日本国旗、なかなかめでたそうなモデルになるね。そして下の方を見ていくと、この部分、アクションの部分はサスペンションと左右ドアの改変になってるね。そしてこのモデルもやはり2021年1月1日が発売ということなので、お正月モデルだね。まあパッと一瞬見た瞬間、デザイン的にはこれはどうなんだろうね、賛否両論ありそうなモデルだけど、まあ世界の国旗トミカのお正月モデルということなので、この辺りしっかりとゲットしておきたいところかな。さあ次のモデルを見ていきます。伊東洋華堂オリジナルマツダ NSX トリコールカラー仕様が登場してきます。伊東洋華堂オリジナルでお正月モデルといったら、やはりこのトリコロールカラーになってくるんだろうね。まあ実際のところ、この RX7 でトリコロールカラーの実写モデルが存在するかどうか、この辺りは正直なところ調べてはないんだけど、なんとなくだけど、まあ実写では存在しないモデルになるのかな。架空車ってことになるのかな。もう一つ画像が公開されてて、ドアの部分の反対側が伊東洋華堂ってローマ字で書いてあるんだね。そしてこちらの方はロゴの方のプリントになってます。そして下の方を見ていくと、アクションの部分はサスペンションと左右ドアの開閉アクションだね。伊東洋華堂オリジナルモデルで、お正月1月1日が発売日になってるね。こんな感じで2021年の1月1日のお正月モデルが、なんと4車種、まあ去年と同じくして、それぞれのお店の方で販売がされるね。正直なところ、伊東洋華堂と、そしてアピタピアゴと、そしてイオンとトイザラス、
まあ、どのお店から立ち回っていくか、このあたりもなかなかトミカファンとしたら難しいところだね。まあ、私はどちらかというと、いくつかのモデルはやはりオンラインショップの方で購入しようかな。さすがに1月1日から4店舗もあるっていうのは正直大変じゃないかな。トイザラスとイオンとアピタとそしてイトーヨーカドーだもんね。まあ、それぞれが大型店になりそうなので、まあ、朝の開店から並んで、それから全部のお店を回り終わるまではお昼過ぎになっちゃうかな。ここ最近のお正月トミカは1月1日に4店舗だけど、いつも皆さん朝早くから1店舗ずつ回ってるんだよね。まあ、今年もコロナの影響があるので、そのあたりは気をつけて回っておきたいね。そして次のモデルを見ていきます。タカラトミーモールオリジナルトミカプレミアムホンダ NSX タイプ R が登場してきます。まさかのトミカプレミアムからホンダ NSX タイプ R が登場だね。まあ、トミカプレミアムの NSX といったらベースモデルになってるホワイトのモデルがそろそろ廃盤になる予定になってるよね。ここに来て廃盤ではなくて、なんと追加車種、そしてボディカラーの方は、これはイエローなのかオレンジなのか、そんな感じのカラーリングっていう感じかな。まあ、正面の方を見ないといけないね。こんな感じだね。その他画像公開されているところはリア周りの方も、この辺りもしっかりとクリアパーツになってるよね。そして正面の方を見てみると、内装カラーの部分にはシートの部分がしっかりとレッドで塗装がされてそうだね。まあ、確かベースモデルのホワイトのモデルも内装カラーのシートの部分はレッドだったんじゃないかな。そしてその他のパッケージのデザインとかを見てみると、まあ、この辺りはいつも通りのパッケージっていう感じかな。なので最近のトミカプレミアムはかなり力が入ってるモデルが多くて、将来期待ができそうなモデルが多いんだよね。なのでしっかりとこのモデル、タカラトミーモールオリジナルのモデルもゲットしておきたいかな。まあ、だけどタカラトミーモールオリジナルといったらベースモデルのカラー違い、色違いっていうことになるよね。おそらくだけど金型自体は同じになってるんじゃないかな。まあ、だけど NSX でホワイトのモデルとイエローのモデル、カラーバリエーションの違いではあるけど、しっかりとゲットしておきたいね。そして下の方を見ていくと、アクションの部分はサスペンションのみになってます。そして下を見ていくと、これで一旦は以上になってるね。はい、今回は2021年1月発売のトミカの追加情報の方をチェックしてみました。なんと追加情報の方では、お正月トミカが4車種、そしてトミカプレミアムからも1車種が追加になったね。このあたりなかなかトミカファンとしたら見逃せないところになるよね。というのも1月1日のお正月トミカが4車種、トイザラスとイオンとそしてアピタとそして最後がイトーヨーカドーだったね。まあ、毎年このイトーヨーカドーオリジナルモデル、私も店舗の方に買いに行くんだけど、なぜかいつも縁がなくて買えないんだよね。イトーヨーカドーの実店舗に行くんだけど、いつも売り切れで毎年買えてないかな。だけどその他のモデルのこの辺りのアピタピアゴオリジナルとかイオンとかトイザラスとか、この辺りはなぜかいつもしっかりとゲットできるんだよね。なので今年もお正月トミカ、皆さんはどのお店から回っていくのかな。おそらくそれぞれの地域性があって、近いお店とか、またトイザラスがどこかのお店の中とかに入ったところもあったりするのかな。まあ、そういうところで少しでも移動時間とかを抑えたいね。やっぱり1月1日お正月といったら、皆さん結構お店とかも賑わってそうで忙しそうだよね。そしてやはり私の中では気になってたのが、このタカラトミーモールオリジナルの部分だね。トミカプレミアムホンダ NSX タイプ R、 ボディカラーの方がイエローかな。そして今回こちらのモデルはすでにオンラインショップのタカラトミーモールの方では予約の方が開始されたね。私の方もしっかりと予約の方はできているので、発売日が楽しみかな。まあ、ここ最近のタカラトミーモールオリジナルのモデルを見てみると、やはり人気車種になると一旦は品切れとかになる可能性もあるよね。だけどおいおいと追加生産がされていくのか、やはり再入荷とか品切れを繰り返しながら、いずれは在庫の方もしっかりと入荷されるよね。まあ、慌てて予約する必要もないかもしれないんだけど、やはりこの辺りは人気車種の人気モデルになってくるので、確実に予約をして購入したいところかな。そしてタカラトミーモールオリジナルというと、最近のモデルではやはりこのイエローのモデルに結構力を入れてる、そんな感じがするよね。フェラーリのテスタロッサの時もそうだし、ランエボのモデルとか、また他にもあったような気するけど、ちょっと思い出せないね。
まあ、正直なところ私の中ではベーシックトミカも注目してるんだけど、やはりこういったトミカプレミアムのモデル、かなり出来の方も良さそうなモデルがたくさんあるので、今後将来が楽しみかな。そしてこちらのタカラトミーウォールオリジナルのモデルは2021年1月23日が発売日になってるね。なので先ほどのお正月トミカとは発売日が違うので、この辺りは要注意かな。こんな感じでまだ2021年に入ってはないんだけど、今から来年が楽しみだね。さあ皆さんはこちらのお正月トミカ4車種しっかりと発売日にゲットできるのかな。まあ、私もこの辺り頑張ってみようとは思うけど、まあ、毎年買えないモデルもあるので、かなり頑張らないといけないかな。はい、こんな感じで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。